経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課の田辺でございます。本日は DX 銘柄に選定された企業の皆様、誠におめでとうございます。 過去最大の535社の応募があった中から選定されたということで、今回、デジタル化に向けた動きの中で、本当に競争力が高かったというところでの選定だということで、大変おめでとうございます。それでは私からは、この DX 銘柄にめぐるです、ね、これまでの経産省の動きについてご説明をしたいと思います。 それでは DX 銘柄について、我々経済産業省及び東京証券取引所の皆様と連携して取り組みさせていただいておりますけど、その狙い、その背景等についてご説明をしたいと思います。まず DX デジタルトランスフォーメーションに関する政策でございますけれども、 私ども約2年前になります2018年の9月に2025年の崖というキーワードとともに DX レポートというものを取りまとめをさせていただきましたその中では2025年に向けてあらゆるイベントあるいはそのソフトウェアシステム内の ないしそういったもののサポートの終了とかですねそういったものがいろいろ起こる中さらには多くの技術者の方が退職されてレガシーのシステムが残っていくとこのあと、ね、2025年頃には何もしなければ非常に大きな経済損失あるいは え、システムの刷新はもうほぼ不可能になってしまうと。まあ、こういった、あの、継承を、え、らさせて、え、いただいたところでございます。で、まあ、この中で、え、申し上げてきた、こと、というのはですね、え、今申し上げた、その、 デジタル化というものがまさにそのビジネスの根幹になりその前提となる中でしかるに古いシステムを使い続けているとその変革がなかなかできないとこういった問題に関してですねその要因を分析しどういうふうに進めていくべきかと、まあ、こういう議論をさせていただいたところでございますその中で DX の実現のシナリオということで25年の崖と言っていた中から30年までに向けまして え、経営面、人材面、それから、その他に関して、え、現在の状況、それから、それを、まあ、こうなったらいいんじゃないかというところの展望を、え、示させていただいた、ところでございます。え、例えば、 えー、2017年の、えー、IT の予算化比率で言いますと、これは、えー、ジュアスさんの、えー、調査でございますけれども、えー、ランザビジネスとバリューアップ、えー、つまり既存のシステムの、えー、維持管理というところに、えー、8の予算が投入,投入されていて、まあ、価値創造の部分には2しか投入されていないと、まあ、これをもっと、えー、価値創造の方に振り向けたいと、こういう思いがあるわけでございます。まあ、こういった え展望、を、まあ、それに向けてどうしていくかということが、まあ、その他ですね、えー、システムの開発の期間であるとか、あるいは人材の比率、えー、あとはまあ IT 人材の年収というのも、海外では花形の企業になっておりますけれども、まあこれがえ我が国においては、なかなかそこまで行っていないと、えー、さらにまあ成長率というのも、非常に諸外国では、この 業界、非常に稼ぎ頭になっているわけですけれども、我が国においてはそこまでのパフォーマンスが出ていないと、まあ、これはいろいろな要因があるんじゃないかということで、これをなんとか上げていきたい、まあ、改善していきたい、まあ、こういうような目標を立てさせていただいたところでございます。 まあ、そういった中で,です、ね、現在あの、新型コロナウイルス感染症をめぐってです、ね、多くの方が、まあ、テレワークとかあるいはあのそれにまつわる、まあ あの非対面非接触のビジネスのやり方というものに変革をしていきまして、まあ、ロボットを活用したりいろいろございますけれどもそういった中でいわばデジタルトランスフォーメーションというのは強制的にです、ね、もう進めなければいけないとこういう時代の中にいるわけでありましてそういったところにしっかり対応している企業というのは非常に大きくビジネスを伸ばしているところもありますしなかなかそれは難しいんだというふうに言って えー、旧来型に固執をしていると、もうこ,この先チャンスがなくなってしまうと、そういうような、まあ、二極化をしているような状況でもありまして、えー、2025年を待たずして、ですね、えー、結構崖がもう近づいてきてるんじゃないかという人も、えー、一部にはいらっしゃいます。まあ、そういった中で、も、えと、ー、よりあの攻めの IT 系銘柄ということで、えー、私ども2015年から19年までですね、えー、この、えー、銘柄というものを 東京証券取引所さん、それから j u さんともに実施をしてまいりました。で、それにはですね、ここに記載がされておりますけれども、新たな価値の創出、それから競争力の強化に対した戦略的な取り組みを行うまあ経営のことっていうのを、攻めの IT 系銘柄というふうに呼んでおります。で、もともとですね、日本の企業においては、の IT の使い方というのが、この 攻めというよりはむしろ守りといいますか業務の効率化であったり、まあ、人がやっている作業を IT に置き換えるとかそういうようなところに非常に注力をしてきたという歴史がございますでそこではなくて新しいビジネスを創造したりそういうところにですね投資を割いているところというところにまさに投資家の皆様にも注目してほしいと、まあ、こういった趣旨で進めてきたわけでございましてこちらにご覧いただいている通り えーまあ、あの会社としてはです、ね、2015年にまあ18社目が選ばれてますけどこれが順,番順々にです、ね、あの数が増えてき、えー、ておりますでさらには、まあ、2019年からは DX グランプリということで、まあ、IT の攻めの IT というのはすなわち、ま、DX の一部でもございますので、えー、そういったことで DX の 名前もです、ね、利用しながらグランプリというものも設置をさせていただきました、まあ、そういったことで、あのこの攻めの IT 経営というものを評価をしてです、ね、銘柄として選定して、そこを目指して皆さん頑張っていくというところを、まあ、いろいろな企業にこう波及していくとです、ね、より前向きな投資といいますか攻めの、まさに攻めの投資というものが進んでいくことを期待しながら進めてきたものでございます。 まあそういったことで、われわれ、この攻めの IT 系銘柄、ずっと進めてきたわけでございますけれども、ああ先ほど冒頭に申し上げた DX レポート、2018年にえ発表させていただいたこのデジタルトランスフォーメーションの動きというものは、まさにそのこの攻めの IT 系というものを、もう少し体系的に整理をした上でえで、あ,ある意味、言い直しているもの、もう少し追加をしているもの、そういったような概念としてですね、捉えたら いいんじゃないかとまあ、こういうふうに考えまして DX 銘柄ということに名称を改めさせていただきましたまあ、そういった点でま有識者の皆様からご意見をいただきながら 重視していくポイントとしましてビジネスの変革であるとかそれから戦略的な取り組み、まあ、こちら4つございますけれども、えー、単純にそのこの POC という、まあたま、試しにやってみるというところだけではなくてちゃんと経営戦略に位置づけられた取り組みをやったりあるいは体制を整備したり計画的にレガシーを刷新したり、まあ、こういったような 取り組みをする。それから、えーまあ、ベンダーさん、あるいは、えー、IT, 部あの IT 部門とかにです、ね、お任せするわけではなく、ちゃんと経営者がリーダーシップを持って、まあ、取り組んでいるか、まあ、こういったところが非常に重要なポイントであるということは、まあ、DX レポートを議論していく中で出てきた論点でございまして、こういったところを あの注目のポイントとしてですね、えー、定めをさせていただいて、今回、のそのようなベースで選定をさせていただいております。えー、まあそういったことで、あのまあデジタルトランスフォーメーションを進めていくにあたって、私どもですね、昨年の秋、冬にですね情報処理の促進法というものを改正いたしまして、ある意味、 えー、法律的にですねこのデジタルトランスフォーメーションというものを、えー、位置づけをさせていただいて、まあ、そこがしっかりできている、えー、そういう枠組みがしっかり出ているところを、えー、認定ということを、まあ、させていただいてで、その前提となる方向性みたいなものを、まあ、指針として定めさせていただいております。まあ、これは今年の5月にですね、えー、公表させていただいております。 でまあこういったものをこの今、申し上げたのが上の青のところなんですけれども、まあ、これに加えてですねこの指針だけだとどういうことをやったらいいのかとかどういう方向性やったらいいのか,とか、まあ、そういったところが分かりにくいというご指摘もありますのでこの下のオレンジのところですね望ましい方向性であるとかそれから取り組みの例であるとか、まあ、こういったものを少し 肉付けをいたしまして、このオレンジのところも含めて、全体をデジタルガバナンスコードとして、この秋を目標に定めたいというふうに思っております。これが出来上がると、このデジタルガバナンスコードに沿って、皆様、企業の皆様がです、ね、デジタルトランスフォーメーションを推進していくというベースが出来上がる 以上、私からです、ね、デジタルガバナンスコード、それからデジタルトランスフォーメーションに向けた動き、それからそれに伴う DX 銘柄の今後の動きについてご説明をさせていただきました。改めまして、本日、銘柄に選定された企業の皆様、誠におめでとうございました。私からの説明は以上でございます。